皆さん、こんにちは。本日は神奈川大学の入試問題、確率、反復試行やっていきたいと思います。自分に解きたい方は一時停止をしてください。それでは解説に移ります。何回も同じ行動を繰り返す反復試行の問題です。 今回は白玉2個、赤玉1個。これから赤玉が2回出る確率を求めればいいということなので、はい、6回中2回赤玉を出す3分の1の2乗。で、残った4回は白玉なので3分の2の4乗。あとはこれは計算してあげて243分の8乗とすることができます。続きまして、カッコ2に関してですが、はい、6回目にちょうど3回目の赤玉が出る確率。このパターンよく出てきますので、ちゃんと押さえておきましょう。えー、この場合は、 5回中2回赤を出して、6回目に赤を出す。というふうに考えていただければと思います。5回中2回ですので、5 C2 の3分の12乗、3分の2の3乗。で、6回目赤を出すので、かける3分の1。計算してあげて、729分の80とすることができます。反復思考は、少し計算量多くなりますが、頑張って計算をしましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。